今日はよろしくな。兄さんのためですよ。練習に集中してもらいたいので。とはいえ影山くんの代理だからね。しっかり働きますよ。じゃあまずその資料まとめて、除霊依頼のメールにも目を通しておいてくれ。やってますか？予約してないんですけど。ああ、今ならすぐ。どうぞお座りください。よし、じゃあ早速お茶をお出しして。あれ、あいつはなんでか隠れました。高根さん、なぜここに。僕はともかく、兄さんがこんなうさんくさい店とつながりがあるなんて悟られるわけにはいかない。恋愛相談もやってるって聞いてきたんですけどね。お願いできますか？恋愛相談ではまずアンケート用紙に。私も使用中には知り合いがいるんですよ。ベゲル、余計なこと言うんじゃない。ミキちゃん、相手はどんなこと。いや、俺の仕事まで奪わないと。そうなると相手はおそらく同級生。どうか、なんだスポーツ。すごい、当たってる。サッカー部だからスパイクをプレゼントしよう。でもあまり高価なものだと気持ちよいので、金銭的な感じの現象が発生します。というわけで、ミキさんは何も焦っていきなり告白する必要はないと私は思います。はい、ありがとうございます。すごく参考になりました。アンケート書いてないんですけど、私も相談いいですか？ええ、もちろん。あなたも恋愛に関する？はい、好きな相手が塾で会う過去の子なんですけど。お、なるほどね。さっきからどうしたの？で、塾の帰りとかに一緒になったりもするんですけど、告白すべきでしょうか？確かにそのケースなら、すぐにでも告白してもいいかもしれませんね。おい！話を聞いた感触だと、相手もあなたが気になっているのは間違いない。告白すれば十中八九うまくいくはずです。終わった。わかりました。ありがとうございました。またいつでもどうぞ。弟くんの知り合い？やけに大人びてたね。いや、まあ言えない。兄さんにはなんだそりゃ。出るよ。兄さんかな。さっき古賀先生から学校出たって電話があったわ。一時的な貧血でよかったよ。よ、お前はあの時の。どうしてここが。また会おうって言わなかったっけ。誰？こっちに来ないで。親もいるんだ。これを飲んでみる。おい、それはどういう。急に爆発するように火が出たんですって。大岡かもって。逃げ出したところは確認できてないそうよ。あ、影山さんとこの。よかった、無事だったのね。